高慢と偏見、高慢と偏見、高慢と偏見は、ジェーン・オースティンの長編小説。自負と偏見、自尊と偏見という日本語訳題もある。18世紀末から19世紀初頭のイギリスの堅い中を舞台として、女性の結婚事情と誤解と偏見から起こる恋のすれ違いを描いた恋愛小説。聖地を極めた人物描写と、 軽妙なストーリー展開で、オースティンの著作の中でも、傑作と名高い。1813年に刊行された、ジェーン・オースティンの2冊目の長編小説である。1796年10月から1797年8月、ジェーン20から21歳にかけて執筆された作品、第一印象をもとに出版された。作品の成立。 物語は田舎町ロンボーンに、独身の資産家、ビングリーがやってきたところから始まる。ベネット家の次女エリザベスと、ビングリーの友人ダーシーが誤解と偏見に邪魔され、葛藤しながらも惹かれ合う様子を軸に、それぞれの結婚等をめぐって、天やワンやの大騒動を繰り広げる、人々の姿を皮肉を込めて描き出している。あらすじ。18世紀のイギリスでは、 女性が自立できる職業はほとんどなく良い結婚相手を見つけることが女性の幸せとされた。相続財産や持参金が少ない女性が良い。結婚相手を見つけることは固く、結婚できなければ生涯、一族の居候の独身女性として過ごさなければならない。このため結婚は現代よりずっと切実な問題だった。社会背景。本作は 幾度も映画化、映像化がなされており、2016年現在で6本の映画が制作されている。パロディ、二次創作や本案作品も少なくない。関連作品。舞台は田舎町ロンボーン。女ばかり5人姉妹のベネット家では、父親のベネット氏が亡くなれば家も土地も当園のいとこの手へと渡ってしまう。ベネット氏は、 書斎で好きな読書と試作にふけって自分が楽しんでいられればいいと割れ感せずの態度だが母親のベネット夫人は娘に金持ちの向こうを取って片付けてしまおうと躍起になってた。そんな折、町に独身の青年資産家、ビングリーが別荘を借りて越してきた。ベネット夫人は早速娘を引き合わせようとぶ東海の約束を取り付ける。美しい長女ジェーンとビングリーが 印象悪からぬ出会いをする一方、次女エリザベスは、ビングリーの友人で、気難し屋のダーシーが、自分のことを軽んじる発言をするのを聞いてしまい、その高慢さに反感を抱く。その裏でダーシーは、エリザベスの瞳に宿る知性の魅力に知らず、惹かれ始めていたが、プライドの高さが災いして、格下の家のエリザベスと打ち解けられない。同じ頃、町には、軍隊が駐留していた。 色男の青年士官、ウィカムに、下の妹たちは、すっかり夢中で、聡明なエリザベスも惹かれる。そんな中、ウィカムに、ダーシーの暴風の被保護者だった過去があり、彼が相続するはずだった、分の遺産がダーシーに奪われたとウィカムに教えられ、エリザベスはダーシーへの反感をますます強める。その後、ベネット家の財産相続権を持つ当園のコリンズ、牧師が現れた。 中身のないおべっか遣いのコリンズに誰もが辟易するが、彼が結婚相手を求めていると知った途端に、ベネット夫人態度を一変。エリザベスを押し付けようとするものの、コリンズに我慢ならないエリザベスは、きっぱり断ってしまう。結局コリンズは、エリザベスの親友のシャーロットと結婚する。エリザベスは彼女に失望しかけるが、器量が悪く20代後半まで独身だった。シャーロットには、 やむを得ない選択だった。急速に親密になっていたビングリーとジェーンらが、突然、ビングリーたちがロンドンに帰ってしまう。ジェーンは何も教えてもらえなかったことにショックを受けつつも、周囲に押されてロンドンまで追いかけるが、結局会えずしまい。すっかり彼を諦めてしまう。一方その頃、エリザベスはシャーロットに招かれて彼女とコリンズの住む、ロージンズの地を放ていた。 コリンズの貢献人を務める資産家、キャサリン夫人の館を訪問すると、そこには嫌いなダーシーの姿が。彼はキャサリン夫人のおいで、夫人からは娘の言いな付けにと望まれていた。しかも、ジェームの邪魔をして、ビングリーを返したのが彼だと知って、エリザベスは言いようのない怒りを覚える。しかし、そこへ彼女への思いを抑えきれなくなったダーシーから、突然救される。 エリザベスは突然のことに驚くものの、相手の言葉の端々に現れる格下の家柄への傲慢な態度、何よりもジェーントウィカムのことを思って激しく拒絶する。翌日、ダーシーからエリザベスの元に手紙が届いた。ジェーンがビングリーに気がないと早とちりして別れさせてしまったこと、ジェーンの打ち気のため分からなかった絵の謝罪、ダーシーの見下した態度が、 ベネット夫人や妹たちの明らさまに下品な振る舞いから出たものだったこと、そしてダーシーの家への恩をあだで返すウィカムの過去の悪行の暴露。どれも考えてみると思い当たることばかりで、エリザベスは自分がダーシーに偏見を持っていたことを知る。コリンズ夫妻の元から戻って間もなく、エリザベスは善良なおじおばのガーディナー夫妻に誘われて、再び旅行へ出かけた。その旅程には、 ダーシーの領地ペンバリーも含まれていた。罪のない彼を侮辱してしまった、恥ずかしさゆえ、主人不在という話を信じて、お屋敷見学を承諾したエリザベスだったが、予定変更して、早く帰ってきたダーシーと再会してしまう。そこで、ダーシーが身分の低いおじ夫婦にも、紳士的に接したりしたのを見て、彼が傲慢だった態度を、改めて自分に歩み寄ってくれることを感じる。 そこへ、恐竜から信じられない知らせがもたらされた。松の妹のリディアとウィカムが駆け落ちしたのだ。仮名に大きく、傷がつく行為に、ベネット夫人は寝込んでしまう。ウィカムは高額の持参金を要求しており、すぐに、ベネット氏とガーディナー氏が探しに出かけた。その後、ベネット氏が一時帰郷したところへ、ガーディナー氏から連絡が届く。ウィカムたちは、ロンドンで見つかったが、 ガーディナー夫妻が持参金を肩代わりし、その場で結婚式を挙げさせたという。あぜんとする一同だったが、ベネット夫人だけは丸く収まった上に、娘が一人片付いたと大喜び。やがて、ウィカムとリディアが戻ってきて、二人はウィカムの次の駐留先で一緒に暮らすこととなった。その後、エリザベスはリディアが二人きりの時に漏らした言葉から、驚くべき事実を知る。 今回の一件を収めたのはすべてダーシーで、持参金も彼が出したということを、それでいて自身の名は伏せている。エリザベスは、それは自分のためだからに違いないと感じ、改めてダーシーの深い愛を感じた。やがて、ビングリーが戻ってきた。ジェーンとの仲を引き裂いたことに責任を感じたダーシーが促したのである。そこでビングリーはジェーンに、プロポーズ。 婚約する。ビングリーの婚約から一週間経ったある日の朝、突如キャサリン夫人がベネット家を訪問する。どういうわけか、エリザベスとダーシーが婚約したという噂が一部で広まっており、その真理を問いただしに来たのだった。もちろんエリザベスは否定したが、キャサリン夫人がこれからもダーシーと深い仲にならないことを約束させようとすると、未来のことはわからないと突っぱねて追い返してしまう。 キャサリン夫人の干渉のせいで、かえってお互いが愛し合っていることに気づいた二人は、ベネット氏に、婚約の意を告げに行った。賢いマナ娘が嫌っていた男と一緒になるとはと、いぶしむベネット氏だったが、エリザベスから今までのことを聞き、誠実な人物だとわかると、娘の幸せを心から祝福する。厳禁なことに、ダーシーを意味嫌っていたベネット夫人も、 娘をもらってくれると分かったとたん喜んで手放した。ジェーンの姉、カサンドラによれば、本作は1796年10月から1797年8月の間、ジェーン20から21歳に第一印象、ファーストインプレッションズの題名で書かれた。同年11月、父は出版社に手紙を送り、第一印象の出版を打診するが、断られた。 分別と多感出版、1811年の後に、第一印象の訂正、圧縮が行われ、1813年1月28日に、現在の台で出版された。タイトルの、プライドプレジディスは、ファニーバーニーの長編小説、セシリア、1782年の最終章に、登場するフレーズ、ザ・ホール・オブ・ディス・アンフォーチュネート・ビジネス。 has been the result of pride and prejudice によると言われている。本作品が執筆された1800年前後は、ヨーロッパではナポレオン戦争が起こっており、イギリスも深く影響を受けていたはずであるが、本作品では政治的な言及はほとんどなく、10年1日のごとき田舎のジェントリ社会が描かれている。当時のイギリスの上流階級は大きく貴族院に、 奇跡を持ち、爵位を持つ貴族とそれ以外の王子主階級、ジェントリに分けられるが、ジェントリ階級の中でも歴史的血統、親族の質、財産などにより格の上下が意識されていた。通常の社交上の儀礼では同等とされていたが、結婚など現実問題においてはそのような格差が重要となってくる。本作品の登場人物はほとんどがジェントリ階級か、 その出身であるが、借位こそないが古くからの名家で、白尺家と隕石関係があり、年収1万ポンドの財産があるダーシー家、さほど名家ではないが、富裕な親戚が多く年収5000ポンドの財産を持つビングリーや、普通のジェントリだが中流階級の親族を持ち年収2000ポンド程度のベネット家では、総合的にかなりの差が存在している。当時は、 財産の大部分は、長子が次、それ以外の男子、女子にはごく一部が、相続財産や持参金として分け与えられた。富裕で子供の少ない家においては、その一部の財産でも、かなりの額ではあるが、裕福でなく子沢山の家ではとても階級を維持できる、額を与えることはできなかった。ジェントリーは生活のために労働をしないことを、誇りとしており、職業を持つ、 中流階級は、資産が多くても低く見られていた。このため、相続財産の少ない男子は、軍人、牧師、役人などになったが、最も手っ取り早いのは裕福な財産を相続した女性と結婚することであり、相続財産の少ない男子、女子はいずれも裕福な結婚相手を血眼になって、探すことになる。財産の内土地、屋敷などの不動産は、 分散を避けるために相続条件を指定した原始相続になっていることが多い。ベネット家では不動産は男子限定の原始相続となっている上、それ以外の財産はほとんどないため、娘たちはわずかな持参金で結婚を目指さなければならなかった。作中の登場人物の女性らは一見頼りないが、実は鋭い観察眼で男を見抜く能力に長けている。 その点が小説として多くの読者を引き付け指示される理由でもある。作家モームは世界の十大小説の中で本作を二冊目に挙げ、大した事件が起こるわけでもないのにページをめくる手が止まらなくなると評価。西川正美役、審判岩波文庫。日本でも夏目漱石が冒頭の書き出しを激賞している。また、側転挙手の例の一つとして、 本作を挙げたと言われる。ヘレン・フィールディングのブリジット・ジョーンズの日記は本作をベースにした作品である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。